ラック。さあ、いらっしゃいませ。ありがとう。どうも。いらっしゃ。本日もコロ丸さんの体調や精神状態に異常はありません。少しいいですか？お聞きしたいことがあるんです。今日調べ物をしていて不思議な情報を得ました。死者に再会できる時期があるという。どうやら
その時になると魂が戻ってくるらしいのです。これは一体どういうことなんでしょう。生命活動が終わり肉体がなくなっても魂なるものだけはどこかに存在しているということでしょうか。だとすると新垣さんも黒丸さん、お帰りなさい。おや、それは私たちに持っていてほしいそうです。ありがたく頂戴しておきましょう。では寮に戻りましょうか。推測ですが、素晴らしい。楽しみにしております。私からのお願いです。素晴らしい。吉報をお待ちして。あのですね、吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。では何とぞ。それで、ああ、どうす、新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。他の奴らはどうして用は済んだのか。また来い。ごき、私からのお願いです。それ、ああ、何がお望みだ。要はそれだ。またいらっしゃい。
もしもし、こちらエリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。まるで死んでるような顔だな。ここで何をしている？母さんが僕をかばって死んだ時、死んだ理由なんて誰も信じなかった。母さんは今もありもしない事故で死んだことになってるんだ。だからせめてはっきりさせたかった。それだけが弔いなんだって。母さんだってきっとそうだって思った。あの人も暴力事件で死んだってことになったんでしょう。本当のことなんて誰も知りやしない。母さんと同じに。そしていつも僕だけ残されるんだ。死んだ人間は戻ってこない。何をどうやってもな。だがお前は残された。俺は迎えに来たわけじゃない。歓迎をする気もない。そこがお前の居場所なら死ぬまでそこにいればいい。だが戦う気がまだあるのなら自分で扉を開けて戻ってこい。わかってるさ。そんなことは。そうさ、本当は分かってたんだ。全部ごまかしたって。誰かを憎んでれば立っていられた。だから僕だけで生きるのは怖かったんだ。そしてまた逃げていったんだ。分かったよ。もう逃げない。もう逃げないって誓うよ。新垣さん、あとは僕がやっておきます。1日か。そうだな。つか真田さんは？放っておけって言われたけど、そろそろ探しに行った方が。君はどう思う？秋彦と同じか。私やっぱりもう待てません。今からでも探しに。
アマダン、戦えるのか。はい、もう勝手なことはしません。大丈夫なんだろうな。はい、大丈夫。アマダ君はそう言ってない。ったく、心配させんなよ。わかった、理事長には私から言っておく。休んでくれ。はい。やるな。よし。あれは、すみません。腹立ってきた。やってくれたわ、裏切りだわ。今晩私眠れそうにないわ。うちに若手の営業マンがいたの。有名私立大卒の真面目が取り柄の子。その子、今月の販売ノルマが未達でね、ちょびっと減俸したら自信喪失しちゃって会社に来なくなっちゃった。今頃お家に引っこもってるんでしょうけどね、私知らない。さっき解雇通告を郵送してやったわ、着払いでね。あいつのせいでうちは今月は赤字よ。封筒だなんだで無駄な出費もしたし、何よりあいつを育てるために使った研修費、機材費、設備費、人件費、もろもろの損失額のことを考えると、あいつ勤続2年だから退職金はなしとしても、ああダメ、やめとくわ、貧血で倒れちゃいそう。お金に苦労するとしんどいわよ。体育館履きだって買えないんだから。冬場の体育館で裸足は拷問よ。前から考えてたんだけどさ、あんたうちの専属モデルにならない？綺麗どころを前面に出してうちの商売の悪質感をカモフラージュよ。ねえ、考えてみない？一生体育館履きで苦労はさせないから。と、こんなことしてる場合じゃなかった。欠員出た分来月の予算を組み直さないと。新しい子を取るにしてもまた最初から育て直しで経費が。いや、今夜はちょっと冷えそうだね。でも今はもう秋だ。それが過ぎたら冬が来るよ。なんだか少し疲れているみたいだね。何かあったの？そうだったんだ。
この世界じゃ毎日たくさんの人間が死ぬんだ。今まではそんなことは風や水の流れと同じものだと思ってた。でも今はちょっと違う。僕にも友達ができたからね。この頃はっきりと感じることがあるんだ。僕が言う終わりのことを滅びと呼ぶ者もいるみたいだけど、それはすごく近づいてきてる。君は何も感じないのかな。僕らは共にある存在のはずなのに、なんで僕だけが思い出すんだろう。これはとても辛いことだよ。僕はもしかすると君には受け入れてもらえない存在なのかもしれない。今日は変な話をしちゃったね。季節が変わるからかもしれない。僕が君の友達なのは変わらないはずなのにね。じゃあ今夜はこれで。おやすみなさい。あのさ、エリート。何言ってん。だってThank you.
ごきげんよう。私からの素晴らそうなのですか。感謝いたします。それで何にいい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。あんたの他にもペルソナを使う子たちがいるんだろ。仲良くやんなよ。仲間がいりゃ大体の門は乗り越えられるんだからさ。さあ見ていきな。うちで交換してるものなんて他じゃまともに取り扱ってくれないだろうね。これの良さがわかるのは私くらいなもんだよ。決まった、交換成立だ。何にする。さてどうしようか。ほらよ、また気は済んだ。またいらっしゃい。ごきげんよう。私からの素晴らしい。それでは。よ。お。うまい。お袋にも食べさせてやりたい。金さえあればな。ああそうだ、俺はこの店ただなんだ。ここだけじゃない、商店街全体がバックアップしてくれてな。俺だけはどこでも食い放題ってわけだ。と言っても好意に甘えるのも悪い。時々は受け取ってもらうし、いつか全額揃えて返すつもりだ。今は正直甘えさせてもらうしかない。だからここの人たちのためにももっと名を上げていかないとな。ならないと言ったら嘘になる。だが適度なプレッシャーは悪いもんじゃない。要はどううまく付き合うかだろう。ところでお前、ライバルはいるか？そうだな、いつだって自分が最大の敵でもあり味方でもある。分かってるじゃないか。うん、俺にはもう勝ちたい選手がいない。部活の仲間は練習相手にもならん。俺には競い合う相手が必要だ。なあ、本気で陸上やってみないか。俺と一緒に高みを目指そう。お前となら高め合える気がする。
またトレーニングの合間にでも会おう。じゃあな。ごきげんよう。私からの素晴らしい。ええ。まあ。では、参りましょう。それでは。
エス。早く、僕お腹空きすぎて餓死寸前。おや、君か。聞き覚えのある声がすると思ったら、君の声は大きくて甲高くて耳障りだからすぐにわかる。不毛な言い争いはやめにしよう。あいにく学生諸君ほど暇じゃないのでね。息子が振り込んでた金、塾の月謝なんだ。返してくれないか。もうこれっきりにしたい。今までのことは水に流す。頼む。この通り。あのね、パーズ、なんか勘違いしてるようだけど、市民とこの子ね、塾行くの嫌なんだって。それで公園に一人で体育座りしてたから。助けてあげたんでしょうが、こっちとら感謝してもらいたいくらいだよね。見ろ、キャリもそう思ってるって。どうしたんだい、今日は伊勢がいいね。いつもみたいに騒いでみなよ。エマージェンシーとかなんとかさ。ちみちみちみは何も分かってないね。だから自分の子供の気持ちも分からない。今の僕にはね、 SP がいるんだよ。このキャレがね。水に流してあげるのはこっち。どうせチミは僕らの聖域には来れないし、うちの弟みたいに死んだ人や生きててもダメダメな人は聖域に来れない。話をしているだけで頭が痛くなる。うちの子知ってるだろう。小学生だが君よりは分別があるよ。同情するね、君の親御さんに。こんな出来の悪いエセ宗教に走るような息子を持ってさ。今なんて言った。チミもか。え、チミもなんかだ。おい、チミも僕が死んでればよかったって。双子なのに似てないから、弟の方が可愛くて素敵がいいから。やめた。こいつ、これ以上交渉の余地はなさそうだな。そっちがその気なら、こちらにも考えがある。そこの君、そいつに付き合ってるとうちの子みたいに騙されることになるよ。うちの子にも言ってることだが、友達は選んだ方がいい。失礼する。おとといきやがれ。あ、いや、もう来なくていいから。僕ら二人でやったんだ。チミがいてくれれば僕に怖いものはない。お腹減ってたの思い出した。行くよ、僕餓死寸前。君か、お帰り。アキヒコ、この照明問題なんだが、お前ならどうアプローチする？ほう、整数問題か。
面白い。これなら予言定理を使うのが早そうだな。まず関係式を作る。次に A と C が素数だから、これを式変形すれば、よし、フィニッシュだ。ブリリアント、見事な解放だ。この程度の問題、ミツルなら簡単だろう。まさか俺を試したのか？いや、タイはないんだ。私も解放はいくつか思いついたが、アキヒコならどうするかとふと気になってな。スピードと正確さはさすがだったぞ。なら今度はミツルのお手並み拝見といこう。次の問題、どちらが早く解けるか勝負だ。おっと、もうこんな時間か。少しは休憩も取らないとな。そうだな。長時間集中し続けると逆に効率を落とす。少し休憩するか。では20分後に再開しよう。それまでは自由にしてくれ。そういえば今日はまだランニングをしてなかったな。リフレッシュがてら走ってくるか。今から行くつもりか。休憩時間は20分しかないんだぞ。短時間でも運動はいい気分転換になる。逆にお前たちは何をするつもりだ？私は紅茶でも入れようと思っていたが、君はどうだ？ほう、君もか。私も休憩がてらよく本を開くよ。そうだ、皆の分も紅茶を入れてこよう。たまには秋彦も読書休憩に付き合え。ふん、分かったよ。今日は読書に付き合うとするか。今日はすまなかったな。気を使って声をかけてくれたんだろう。俺たちが気づいてないと思ったか。本当ならこっちが後輩を気遣わないといけない立場なんだがな。素直に甘えさせてもらった。だがおかげでいつもの調子を取り戻せた。この礼はきっちり明彦と返させてもらおう。ああ、お前の勉強を最後までしごいてやる。遠慮はいらないからな。さあ来い。今日はこの辺で終わりにしよう。各自きちんと休息を取るように。おはよう。はい、おしまい。覚えてるよ、この間の。もう来るなって言ったのによ。これだから反抗期真っ最中のガキャ。まあ騒いでくれなきゃよ。いいぜ、座っとけ。今日は何しに来たのよ。
げえね、そりゃちげえね。これは一本取られたな。にしてもだな、あんたはいただけねえな。おめえわしのいくつ下よ。お？てめえのせがれだったら張り倒してよ、足腰立たなくさせてやるよ。敬えとまでは言わんが、それなりの礼は尽くしてもらわんと。んなもん自分で考えてくれってとこだが、同じことを何度もやられるのもしんどいし、おめえがわしを呼ぶときはわしの名前を呼べ。わしにはムタツって本名がある。ちゃんと三をつけてな。礼儀をわきまえねえやつを囲ってくれるほど世の中は上等にできちゃいねえよ。気が済んだら帰りなよ。んで今度こそもう来るんじゃねえぞ。はい、おしまい。
よし、今日は豪華に卵を乗せるぞ。満足だ。この値段であの肉量、来た甲斐があった。生卵なんて何日ぶりだったか。あいつらにも買っていこうかな。あ、兄弟だ。俺の下に4人もいるからな。狭いアパートだが、すし詰めで暮らしてる。まあな、夏は蒸すから特にな。言ってなかったが、親父は5年前に死んだ。乗ってた車が崖から落ちてな。同情はいらん。ただお前には言っておこうと思って。もうこんな時間か。保育園が終わっちまうな。またな。おう、おかえり。提言であります。できなかったから。あんなことあった後だしね。声かけてくれて私も助かってるかも。前へ向かなきゃな、俺たちも。うん、天田くんや真田先輩も歩き出してるしね。あ、おせっかいじゃなければわからないところ聞いて。みんな呼び出したんだし、このくらいは。ふうか、そんな気使わなくていいんだよ。うんうん、ごめん。本当は憧れてたんだ、こんな風に自分から誘って勉強するの。学校帰りにファミレスとかで教え合ったりするの、ずっといいなって。みんなの速攻叶えてやるって。じゃあ早速何から教えてもらおっかな。ちょっと待ってね。まず純平くんは物理の問題から。私この寮に来てよかった。悲しいことがあっても笑顔を忘れないでいられるから。私も風花が来てくれて嬉しかったよ。あ、そうだ風花、ここを教えてくんない。うん、あ、ここは難しいね。どうしようかな。よし、保健体育なら任せ。ん？数学？じゃあパス。集中できたね。なんか少しはモヤモヤなくなったかも。うん、一人じゃないってすごいんだね。
くっせえこと真顔で言っちゃってんだよ。まあ若っけど頑張ってこうぜ。先輩らから頼られるくれいになりたいしな。よし、そろそろお開きにしよっか。今日はありがとね。おやすみ。はいはい。オッケー。遅くなった。予定外の邪魔が入ってな。よし、やるか。お前にはフォローを頼む。パンケーキを作りたいんだ。手伝ってくれるか。あの素朴な味が懐かしいというか、とにかく施設でもよく食べた。今は冷凍物も売ってたりするが、やはり焼きたてが食べたくてな。そうか。念のため少し多めに材料は用意したが、さっさと始めよう。さてまずはどうするんだ。レシピでは確かバターをたっぷり使い、濡れ布巾で温度を調節するとあったが、布巾をフライパンに入れたら燃えないのか。そうか、助かる。体を作るための料理以外は勝手がわからん。卵を割ったり生地を混ぜるぐらいはできる。焼くのは頼む。おお、布巾はそう使うのか。そうだ、プロテインを。そんな顔をするな。おっと、皿を用意しなきゃな。よし、これだけあればいいだろう。すごい量のパンケーキ。いい匂いがしたからなあ。少し待ってくれ。そっちに持っていくから食べよう。みんなを集めてくれるか。もちろんアマだもな。はーい。すっげー、パンケーキのタルタロスじゃないっすか。これ全部お二人が作ったんですか。なあ、焼いたのはこいつだがな。俺が食べたいと言ったんだが作りすぎた。いくら好きと言っても全部はな。お前たちも手伝ってくれ。真田さんもお好きなんですね、パンケーキ。ありがとうございます。いただきます。お茶を入れるとしようか。とっておきの茶葉を出そう。レッツパンケーキパーティーであります。わっ、おいしい。ホットケーキパンケーキ直感値はどう違うか。これもほんとおいしい。ごちそうさまでした。本当においしかったです。なんだか優しい味でした。また作ってください。今度は僕も手伝います。あれだけの量が瞬く間に片付いたか。料理はあまり自信がなくてな。食材を花からプロテインまみれにするばかに、台所に立つ資格はねえとうるさい奴にいつも横から手際よくやられて
結局ろくに覚えられずじまいだ。だから今日は助かった。少しでもみんなの気晴らしになればいいんだが。まあそうだな。施設にいた頃はこういう催しがあった。それを真似てみただけだ。泣いてばかりだった妹もパンケーキの前ではいつも笑っていたからな。実家から来た荷物の中に手作りの金メダルがあっただろ。あれは俺が施設にいた頃にミキが妹が作ったものだ。一緒にあった手紙によると両親の家の掃除中に出てきたらしい。妹は施設を出る日が決まり俺に渡すつもりで作っていたが、直前であの火事が起こりメダルだけが残された。妹は強くて優しい兄に礼をしたいとよく言っていたそうだ。おとなしかった妹はいつも俺のそばを離れずにいた。年が上というだけで特に何をしてやった覚えもないが、頼りにはされていたのかもな。俺はあのメダルを見て考えていた。俺は今あいつの妹の誇れる兄だろうか。あのメダルをもらう資格があるほど強く優しい人間だろうか。強いも優しいも俺には正直よくわからない。それを口にした奴らは肝心なことを言わずにみんな言っちまう。今日のことだって今の俺にできるのはこれぐらいだ。俺はガキの頃からちっとも成長してない。あいつらに笑われる。そう言ってくれるのは嬉しいがまだまだ甘い。俺は今まで逃げていた。自分のことで手一杯だと言い訳していた。だがこれからは全てを守ってやる。俺は一緒に強くなろうという約束を守らなきゃならない。な、お前には感謝している。何かあればまた頼む。励ますつもりがこちらが励まされたようだ。もしかしたら妹が認めるのはお前のようなやつなのかもな。さて、昔話が長くなった。さっさと片付けて休むとす。実は買い物帰りに例のゴロツキどもに付け狙われてな。また人数が増えてたんでいいのを一発もらっちまった。まあ警察沙汰になるようなことは控えたんで安心してくれ。奴らに好きなだけ打たせて疲れて諦めるまで付き合ってやった。全て買わせると思ったんだが俺もまだ甘いな。はいはい。
大セール実施中だ。今日はもういいのか。毎度あり。何を持ってきた。いくつ。いい、わかった、引き取ろう。いくつ売るんだ。それを。わかった、引き取ろう。いい、ああ、引き受けた。いい、ああ、引き受けた。いい、ああ、引き受けた。それ、ああ、引き受けた。ん？もう、じゃあな。で見て似てるやついるなって思ったら、やっぱりおめえだったのか。仏の顔も三度までだぜ。今日こそは店のやつにチクってたな。まあこの世に仏なんていねえし、いいぜ、突っ立てねえで座りなよ。てめえの女房とせがれにも相手にされねえおっさんのとこ来てよ、楽しいのかい。いつも一人みてえだが、いねえのか、その友達とかよ。おい、それってよ、いるのいねえの。ガキが妙な理論武装なんてすんな、小賢し。おめえの考える友達って何なんだい。友達とそうでない奴の線引きって何よ。自分の信愛の対象となる他者を俗に言う友達って定義しようや。わしは常日頃からこう考えてる。他者に信愛を傾けてるやつなんていやしない。人は対人関係に見返りを求めるからな。自分以外のやつを愛せねえのよ、人は。自分を好かないやつを友達って呼ばねえだろ。そいつを好いたってことの見返りがねえから、自分の信愛の対象となる他者なんてこの世の中に存在しないことになるわな。誰しも親愛の執着点は自分自身以外にないんだからよ。だがおめえがあのフロアのとこにいるだろ。あそこのギャルどものどれかをさ、連れてきてくれたらなってやるぜ、友達に。見返りによな、おめえならできるって。女こますテンションじゃないって。目しょぼしょぼしてるぜ。帰りなよ。どうせまた来るんだろう。来るなっつっても。
人が好きなのか人格に問題ありなのか。生きたね。いなきゃいねえでいいんだ。数えてもノルマ未達だ。あと一人、早く新規の子を見つけなきゃ。ちくしょう、みんなしてバカにしてよ。弟なんかに負けてたまるか。僕だってなんだこれは。できちゃったみたい。僕もう突っ込んで。寒さからキングを守るのも SP の役目だよ。おかしいな、さっきまで全然さ、急にさ気持ち悪くなっちゃって。まあね、僕くらいになるとね、食べたものプレイバックは朝飯前っていうか。なあ、心配してくれなくても大丈夫だよ。これはね、生まれ変わりの前兆なんだって。僕には聖域に行ける素質があるんだって。この世の終わりの果てにある聖域にさ。チミも来てくれたなら、聖域に嬉しいんだけどな、僕。胃の中のものプレイバックしてる間にラーメンが伸びかけてる。今度チミにも聖域の話をしてあげるよ。でも今は目の前のラーメンのことだけを考えて。マスター、ライスと海苔ちょうだい。起死回生のラーメン雑炊で体をしなぎゃ。帰ったか。
はどうだ。そうか、よし。そうね、交通費も会費も自腹だし、向こうで一泊したから宿泊費もかかったし、あんたはまだ青春知らずだから想像もつかないでしょうけど、高校卒業してからの10年はシビアよ。負け組と勝ち組の線引きは一目瞭然。私の日の丸弁当を笑ったあの子も、私のアナーキクスしさを伏せたあの子だって、今じゃ私を羨望の眼差しで見上げるわ。あの子たちの年収が私の月収だもの。会社の経営も軌道に乗ってるし、公私ともに充実してるって感じ。私についてきなさいよね。こないだの専属モデルの話が生きてるうちに他の子にも同じことを言ってるとか思っちゃダメよ。ああ、ずいぶん前にもらった4万円あんたあれ十分元取ったわよ。私の講演会のギャラに60分で10万円なんだから、ロハでためになる話いっぱい聞いたでしょ。
るわよ。うんうん、やるじゃない。ありがとう。ば、お疲れ様です。
7分ほど前から視線を感じるであります。あ、ごめんなさい、見学のつもりだったんですけど邪魔でしたか。え、視線の反撃、すみません。僕も一緒に勉強していいですか。もしよかったらでいいんですけど。小学生に定期試験はないとデータにありますが、違うのですか。はい、高校生みたいに1週間前から勉強なんてことはないですけど、そのダメならいいんですけど。ありがとうございます。じゃあ僕ドリル取ってきますね。次の問題、電気抵抗がゼロの状態を何というか。お、それ超電導ですよ。天田さん、正解であります。たまたまテレビで見たんです、フェザーマンの必殺技。僕は興味ないんですけど。ごめん、五郎丸、うるさかったね。じゃあ続きやりましょう。天田さん、ノンレム睡眠状態に移行。まさにぐっすりであります。ここで寝ると風邪をひくかもしれません。起こしますか。了解であります。天田さん、どんな夢を見ているのでしょうね。起こさないように運搬しましょう。私もお部屋までご一緒します。どうも。あ？そろそろ来る頃かななんて思ってたら本当に来やがった。勘違いするなよ、待ち遠しかったとかじゃない、断じて。しかしおめえなんだよその髪は。前髪鬱陶しくねえのかい。流行ってんの？うちのせがれも長くしてたよな。切れ、いや剃り上げろ。わしみたいにツルツルによ。いいぜ、そのけなげな姿勢はよ。わしの言うことを2割くらいは理解してるかな。おしゃれなんかで進めてるんじゃないぜ。髪なんて捨てちまいってこった。今は若くて息がいいからチヤホヤされてんのかもしれんがよ、わしを見てみ、ほれ見にくいかい。ほっぺなんてだるだるだ。だがな、人は皆年を取る。おめえも老いさらばえていずれこうなる。将来崩れたてめえの容姿を鏡で見たとき、おめえはこう思うだろうよ。昔はよかったなってな。将来に絶望しないコツ教えようか。期待しなけりゃいい。そうすれば今無駄な努力しなくて済むしな。いずれおさらばする髪なんかによ、あれこれ手加えてんじゃねえってこった。坊主はいいぜ、寝て起きてそのまんま出かけられる。なあ、やっちゃえよ。冬は帽子必須だが、散髪代出そうか。バリカンも買うかい。
なんだよ、わしの説教を聞いてて眠くなったってかい。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに忍者の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え忍者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。
れば。そうだな。さて、目先の試験に専念してもらうために今日は勉強会を開かせてもらった。アマダにも学業に集中してもらうため招集した。一緒に励んでほしい。お邪魔にならないように気をつけます。よろしくお願いします。みんな、上級生として手本になるようしっかり勉強に取り組んでくれ。コロちゃんも勉強するんだ、偉いんだね。コロマルさんは皆さんが勉学に励む姿を見守ると言ってます。コロマル勤勉だね。純平なんて大あくびしてたのに大違い。いやー、マジそれな、俺っちと変わってくんねえかな。犬なら試験勉強しなくていいしさ、俺っち犬になりたいわん。だよな、犬になって毎日遊んでたいよな。遊んでばかりじゃないと言っています。コロマルさんは近所のパトロールも欠かさず毎日されていますからね。だってさ、あんたは毎日やれんの？なんだか犬にも負けた感が。コロマルさんには勉強の義務こそありませんが、日々厳しい任務を遂行しているであります。神社をずっと守り続けてたんだもんね。試験勉強よりずっと大変なことだと思うな。犬になりたいならまずはコロマルみたいな忍耐力を身につけてからだな。犬になるのも大変そうですね。やっぱり真面目に勉強するしかないですよ、純平さん。やめて、かわいそうな目で見ないで。ほら、雑談は終わりだ。ちゃんと集中して勉強するように。よし、区切りのいいところで終わりにしよう。みんなよく頑張ったな。で、イオリはちゃんとノルマを達成したのか？犬になりたいなどと言っていたが。わん？ほう、もっと勉強がしたいと言ってるのか？ならば朝までみっちりとしつけてやろう。冗談です。俺っち人間なのでしつけは大丈夫っす。勉強会は以上で終了だそうです。お疲れ様でした。ゆっくり休むであります。
ごめん。子供は気使わなくて有効版でいいから。せーの、彼氏とお幸せに。彼氏だってさ、たく最後まで。心臓に悪いって、はあ、びっくりした。うん、いきなりそんなね、はあ、なんか今ちょっとだけ学園ドラマの最終回の気分ってのすだってっちゃったんだね、あの子たち。急に静かになるとやっぱりね、最初はいろいろと大変だったけど、あの子たちに徒競走を教えるの楽しかったな。早くだったって喜ばれると私まで嬉しくって。
力になってあげたいって気持ちがどんどん大きくなってさ、あんな風に一生懸命になれたの初めてかも。マネージャーの仕事手抜いてるとかじゃないんだけど、人の世話焼いたり教えたりすんの向いてんのかな。ちょっと考えちゃった。そのおいおい考えようと思ってたこと。あ、なんか今更だけど、ありがとうね。今度打ち上げでもしない？コーチ修理を打ち上げ。やったー、楽しみだね。打ち上げの場所どうしよっか。せっかくなら豪華にやりたい。どっか探しとくね。私も最初全然自信なかったし、あなたがいてくれて本当。その話今度にしよっか。いくらでもできるし打ち上げで。じゃあ帰ろう。おかえり。うっしー。どうだい？なそういえば、お疲れ様です。へえ、あの、ためになる話の前に、どう？何か気づかない？あたし。でしょでしょ、わかるでしょ。キューティクルコートしてきたの。髪の毛のツヤが違う気がするでしょ。
これもね、人前に出る人間のね、お仕事の一環なの。面倒だけどね、私うちじゃ毛玉だらけのスウェットだし、お風呂も3日に1回で平気なの。でもね、例えばそう、お野菜、無農薬で自然栽培した形の悪い曲がったキュウリと、農薬たっぷりでカボチャの苗を台木にした見た目のいいまっすぐなキュウリ、スーパーマーケットはどっちのキュウリを仕入れると思う？そう思うわよね。形が悪くても安全で美味しいものを消費者に提供するのが店側の誠意。でも実際にスーパーに並んでいるのはまっすぐなまずいキュウリよ。消費者は全部承知の上でスーパーのキュウリを買うわ。なぜだと思う？信用に値するかは外観で決まるからよ。内容以前に形の良し悪しが重要なの。だからお金使うの大嫌いな私でも信用のためにブランド物のネクタイを締めるわ。そういえばさっき、うちじゃ毛玉だらけのスウェットとか、お風呂は3日に1回で平気とか、絶対に言われちゃダメよ。私に庶民派のイメージがついちゃう。あんなことあんたにだけは、今まで誰にも言ったことなかったのにね。釘刺すけど絶対に言いふらさないでよ。もし約束破ったら、まあ、あんたなら大丈夫よね。いいわ、お行きなさいな。君は変わった子だな。もう来ないと思ってたから、普通は
僕に二度と話しかけようとしないよ。親も友人もみんな腫れ物に触るように僕を扱う。遠巻きにして外からかわいそうかわいそうって言うんだ。同情と好奇の目でね。だけど残念ながらあいにく僕はかわいそうではないよ。死ぬってのも悪くないと思ってる。こんな世の中長くいても仕方ないだろう。それは長くいることに絶望したら困るからだろう。今日は来てくれてありがとう。君は他の人とは少し違う気がする。それが何かはわからないけど、少なくとも僕をかわいそうの枠に入れて並べたりはしないみたいだ。くそ、この体が忌々しい。また会えたらここで。君か、おかえり。僕に二度と話しかけようとしないのに。君か。それは私は。ちょ。え。そうだな。それは。おせえじゃねえか。今日はそろそろ帰ろうと思ってたんだが、おめえもそこそこ来てるよな。ここ大丈夫かい？その財政的にドリンク代とか。うちはせがれにいくらも渡してなかったぜ。高校生の手持ちなんて知れてるだろうが。おお、そういうもんかい。まあ最近のガキは逃げ道たくさん心得てるから。後ろに手回る方法じゃねえだろうな。別に興味はないがね。そんじゃついでに聞くが、おめえ欲しいもんとかあんのかい？金出しゃ買えるものにしといてな。愛とか笑いのセンスとかなしだぜ。おめえその若さでよ、達観してんの？世の中捨ててんの？わしがおめえくらいの自分には
万年金欠で歯がゆかったけどね。わしくらいになると、あ、いや、おめえはさ、こういうふうに考えられないかい？楽をしたいから金稼いでるのに、なんで金稼ぐのに苦労しなきゃならんのって、一生懸命働かなくちゃならんって常識、わしには矛盾の穴ぼこだらけに見えるがね。平均的なサラリーマンの一生分の収入って知ってるかい？退職金だ、失業保険だ、もろもろ入れて2億5000万だと。宝くじの一等賞にも勝てねえんだよな。おめえの手持ちの話から偉いとこまで来たが、どうよ、余生の展望は開けたかい？一つ利口になったな、わしのおかげで。人生は脱力上等くらいがちょうどいいんだよ。2億5000万だぜ。そんなはした金のためにしゃかりきに、よ、人の気も知らねえで買い戻せないもんかね。Chill today, let me rock the world tomorrow.
素晴らしい。楽しみにしており、ご用件を伺います。どうぞご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。こちらのペルソナですね。ご覧ください。扱うのは困難かと存じます。ご覧ください。こちらを引き出すのですね。内なる力を受けたまわりました。またでは、ホームルームな。最近いろいろと騒がしいが、勉強怠けとらんか。ん？3年で文系取らないつもりでも、古文赤点でいいってことはないぞ。ん？おい、聞いとるか。どうした、風花。冴えない顔して。え？話してみ。なんか悩みでしょ。先輩のこと。ああ、荒垣先輩か。驚いたよね。学校じゃ全然見なかったけど、街で結構見かけてたからさ。もういないんだよね。なんだろう、うまく言えないけど。いるのが当たり前で、いつまでも変わらないって思って。でも取り戻せないことって、私が思うよりずっと近くにある。そんなこと考えてたらさ、両親のこととかまで考えちゃって、考えないようにしてきたけど、このままでいいのかなって。親か。まずいね、親の話はさ。でも風花なら大丈夫じゃん。森山、どうした？早く前へ来なさい。はいはいはい。返事は一度。最後くらいしっかりやらんかね。え、どうしたの？どうも。長いようで短い間お世話になりました。転校しても皆さんのことは忘れません。ありがとうございましたって感じ。あんたも物好きだよね。せっかく嫌な女が出てくってのに惜しんだりして。転校しちゃうなんて全然知らなかった。言ってどうなるもんでもないっしょ。暗い話になるのも嫌だしね。
パパが急に倒れちゃってさ、難しい病気らしくてすぐには治んないんだって。うちあんまお金ないし、なんつうかのんびりしてらんなくて。気づいてみりゃ私の世話焼くような物好きはあんただけだったな。前に言ったよね、私はあんたと同じだって。うちの親私に興味とか全然なくてさ、あんま家とかいたくなかったんだ。だからあんたが寮に入った時ちょっと羨ましかった。あつきちゃん、あれから風花変わったよね。なんか生き生きしてさ。でもあんた家も近いし、なんで急に寮なんか入ったの？それはその言いたくなきゃいいよ、いろいろ事情とかあんでしょ。でもさ、親のこと引っかかってんならちゃんとあんたの気持ち伝えときな。うちのパパ今の様子じゃ当分は話とかできなそうだしね。何言ってんのかね、暗い話嫌だって自分で言ったくせにね。私ね、毎日って同じ憂鬱がただ始まって終わるだけって思ってた。でもね風花、あんただから真顔で言うけどさ、人生には二度巡ってくるもんなんて多分ないよ。あつきちゃん、この景色も見納めか。じゃあ私家の用事で来週は学校来ないから、これでお別れ。そんな見送りとかやめてよ、このままでいいから。たくもうそんな顔しない。こんな急に離れちゃうなんて。言っとくけど私結構元気よ。あんたに会えて結構変わったからね。今はやれることやってみようって思ってる。うん、できるよ、夏希ちゃんなら。あんたにそう言われるとやんなきゃってなるじゃん。じゃ最後に私もあんたに言っとく。今の居場所だけにすがってっとそこだけになるよ、私みたいにさ。だからあんたもやりたいこと探しな。私の、やっぱり私の、私今まで人に好かれてなきゃ居場所はないんだって思ってた。だから嫌われるのが怖くていつも周りに合わせて、私自分が本当は何したいかなんて考えたことなかった。あんたらしいよ、世なら仕方しときゃいいじゃん。でも私風花のこと好きよ。風花自身が自分のこと嫌いでもね。あつきちゃん、じゃあ行くから。なつきちゃん、ほら離れててもつながってる。いつだって話せるよ。今までありがとね。私ちょっとだけ泣いてる。離れてても繋がってる。この力に目覚めたのは自分の性格のせいって思ってた。
周りの目ばっかり気にしてるから、だから咲かす力なんだって。でも私にも願いがある。みんなが仲良くしてるだけで私すごく嬉しいの。私はそれをずっと見ていたい。離れててもつながる力、私のペルソナは結ぶもの。私が願う絆そのもの。屋上にいるパターンは不意をつかれたであります。いや、見かけねえからさ、どうしたのかなって。私分かっちゃいました。分か？私決めたの。この力でやれるだけのことをやる。それが私の願いでもあるから。そうだね。ごめん、言葉にすると当たり前だね。なんかどうしたの？私には疑問です。相談に乗ってもらいたいんだ。部活終わった後、この間のとこでね。あのね、これまだみんなには言わないでね。迷ってるんだ、留学。父さんが決めてきちゃったんだ。留学先の学校も住むところも、飛行機のチケットまで取っちゃって。僕、留学するなんて一言も言ってないってのに。こないだ部活を辞める辞めないで言い合ってから、父さんおかしいんだ。急に物分かりが良くなったような。好きじゃないことはない、けど絵に打ち込める期待よりも不安の方が大きかったことに気づいたんだ。もう医者にはなれないのかってさ。
先生もみんなも、君だって応援してくれてる。留学するってやっぱり思うよね。こんなチャンスってめったにないし。ごめんね、なんか君の前だと愚痴ってばっかだね。でも喋ったら少しスッとした。ありがとう。ああ、なんか自分が何をしたいのか分かんなくなってきた。困った時の神頼みだな。よし、僕本屋に寄ってくから先に帰ってて。占いの本を買って帰る。今日は徹夜だ。今留学しちゃってアーティストになったらもう医者にはなれないんだよね。あ、おかえり。られたのね。それ自体は前からよくあったことなんだけど、あんたよりいくつか年上の男の子が私に何て言ったと思う？ありがとうございました。だってけど、私人のためになるようなことしたことないわ。私田中よ。インチキ商品の通販やってる会社の社長よ。フリーターでダラダラしてたけど、検察官になる目標が持てたって。私みたいに法の目をくぐって悪徳な商売してる人間を裁きたいんだって。本人の知らないとこで手に反面教師にされて盛り上がられたわ。もしもしもよ、考えすぎかもなんだけど、その子が検察官になって私が捕まったら、あんたにためになる話してあげられなくなっちゃうのよね。その子の言葉、うちの株主どもに聞かせてやりたいわ。
はようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますのでご連絡差し上げました。今回は二人ですが、その中にあなたのお知り合いがいるようです。くれぐれもお早めの救出を。それでは失礼いたします。